はい、お疲れ様です。それでは続きで、コース7やっていきたいと思います。あ、ようやくね、UFO が手に入る。このね、UFO というコピー能力が、まあ、コースを制すと言っても過言ではないですよね。まあ、能力はね、チート級だからね。まあ、なるべくね、これをね、残しつつ、クリアしたいけども、はい。まあ、このターンでなくなると。見てなかった。遅い。7。ボール今行きたかったね。するとね、テレビを見ながらやってるわけですよ。あ、ミスったわけよ。そういうことよ。はい、これでしょ、これを狙ってたわけよ、本来。これ本来狙ってたんですけどね、ちょっと言い訳すると、テレビを見ながらやっていたんで、まあミスりましたよと。なんかね、体がね、覚えてるんですよね、なんかこうやった方がいいって。はい、タイムリープ。初見だからな、初見しても昔やってますけど。ギリギリを攻めて、ああいうふうに使うべきだった。ちゃんと見てけよ、べきだった。はい。何かこれ、こんな。そんなにね、タイムリープを乱発するのも、まあ、いかがなもんかなと思いますんで、この辺をね、時を戻して、そんな感じなんだっけ、違うか、時を戻す。ここだね。はい、ね、ピコパ的だね。時を戻すわ。ちょっとごめん。
てて、見つけたやつなんだけど。ほら。はい、実は見つけなかった。これは。てく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 て。なるほどね。ちょっとこっちだね。行かない。行けるかな、一打。あ、そう。これ、一打でいけるかっていう実験ですよ、実験。あー、なんかこんなことをね、やってた記憶があるわ。本当です、本当。ほら。でしょ？ほら。ちょっと今の入ってたよー。あれ？ごめん、ちょっと今ね、適当になっちゃってた。まあ、半分で11だとこれ22コースだね。あの、記憶だってこんな記憶がある。シュピーンって言って、ポヨンポヨンでジャンプして、シュピーン、シュピーンだね。はい、これ一度コース。雷にさえ邪魔されなければ。はい、ここ。さあ。はい。ちょっと近すぎたか？ちょっと、時を戻そう。こんな時間こういうことよ、こういうこと。はい、これなんですよね、私が習ったのが。ほいほいだね、ほい。取る前にジャンプして転がっていく前にだね。こんな記憶があるよ。はい、どうですか。どういうことでしょう。ちょ嘘でしょ、今こういうことでしょう。はい、時を戻そう。どういうことだ。同じかよ。これを使っ、はい。
はい、これを狙ってたんですよ、私は。はい。頭の中ではこれを思い描いていましたが、操作はおぼつかない。それが私でございます。どうなのこれ。ぐらいかなと思ってたんで、まあ、こんな感じかな。はい、入庫来ました。入庫取ったらいけるっしょ。取って取って、ハロウィンがなるべくね、スピードを重視。ちょっとミスったミスったミスった、ちょっとミスったよ。このね、スピードが大事です。今のホールインワンでしょ。ベストスコア来てよ、これ。これでも銀かよ。これ金取るの相当大変だったんだよね。なんか昔ね、金を取るためにすごいやり込んだような気がしますけども、1打マイナスで銀なんだね。はい、ありがとうございます。それでは、これで以上となります。ありがとうございました。またお願いいたします。